皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は、グレンの波動を使います。例のグレン再演だな。お相手のデッキ確認。待機の旅路ですね。使い込みがすごいです。馬食もいい味出してるぜ。そして久々の昇格チャンス。お相手様お願いです。どうか勝利をお恵みください。神と乱海。なんせに秩序を敷く日まで。そう猛徳は歩みを止めん。あ、ちなみに今回上昇も、副将旗を揃えてきましたよ。やっぱり青さんだよな、美しいぜ。対戦、よろしくお願いします。副兵はこちらの曹操だけか。原則で組みたいようですね。構いません、とっとと踏んでもらいましょう。愛なき者は消えるのみ。ここで今週の目標、どうした急に。闇を、闇をぐるぐる回します。回しております。いつもより多めに。あーっと、だが再演捕らえられた。なんの、再演槍を、槍を出せ、全然でねえ。冬波選手、一生懸命回しておりましたが、無情にも槍は出ず、これは上昇の位置が問題ですね。槍を振るのに必死なあまり、全然関係ないところでオーラを出していました。なるほど、つまりあの状況、お相手にとって槍を出す必要がなく、容赦なく馬将を前に出せたと。槍を出そうという意思、それは大事ですが、それはあくまで、他の兵士との連携があってこそ、騎馬で槍を出させ、槍で騎馬を止め、そこを右で打つ。全てが揃って初めて、相手と対等に戦える、ということですね。新たな課題が見つかったことを喜び、言うほど新たか、この試合は続行します。さて、目標としていた手動車輪による、騎馬の牽制には失敗しましたが、私にはもう一つ目標があります。それは、潜り乱戦。さあコメントでもらった半円潜り、実現できるのか冬波選手。あっと失敗。なんでなのー。そして馬長が向上だー。命を削らずに、敵の命が取れるか。ちゃんと潜りました私、見てましたよね。一瞬だけ前に出たところを、張飛に狙い撃たれたようです。ふぬぬ。さすがは猛将張飛、闇雲に潜るのではなく、相手の突撃を見て、適切なタイミングで避けるのが肝要かと。なんかもう、できる気がしない。さておき、開幕は終わりかな。柵は壊され城門は殴られ、さらにこちらの部隊撃破はなし。と。赤字ですね。盤面的にも、気持ち的にも、内乱だけでも止めましょう。東方、無理には自信があります。実質制圧 S だからな。このまま優勢を取って、赤グレンを置きます。そういえば、7個の際は使わないのか？今回7個を使ってしまうと、山頂旅路コンボで押し切られちゃうかなって。ただそんなこと言ってたら、一生使えないぞ、それ。確かに。ちょっと勉強しないと、ともかくグレンは打ちます。乱世を滑る時は今、そう猛徳に続け。お相手は当然旅路で対抗してくるな。山頂は敵陣じゃないと打てないのでね。そしてこれ、ちょっと旗色が悪いです。これ特殊セリフです。虎ひげ長飛がいると変化するぜ。旅路にはよく入っているパーツなので、通常の方が珍しいくらいでしょうか。で、旗色が悪いというのは？ちょっとですね、焦りすぎですよここ。見てください、槍組と弓組、左右に分かれちゃってます完全に。わかるぞ、柵がでもだったんだろ。このまま柵前で槍合ってると、城を殴る前に何も起こらず終わると思って。ただ、お相手の方がすぐ力が上で、さらに上昇値も上だからさ、左右分断は守りやすくなるだけだろうよ。おっしゃる通り。ここでも開幕でお見せした、各兵種の連携不足が垣間見れます。お相手と比べてみると一目瞭然だぜ。内乱と柵破壊だけでもこの後の攻防は、十分マシになるので、焦らず経験値、部隊数での痛み分けを、狙った方が良かったですね。判定、同程度の号令で戦うときは基本、極端なリードというのは難しいからな。焦りは禁物。さておき。はい、くよくよしてばかりもいられません。幸いコストにコンビは行っているので、二人で守れるだけ守りましょう。厳しい主張にはなるが、ある程度のダメージは覚悟で、二人を撤退させずに守らなきゃダメだぞ。まずは玄徳に突撃が決まりまして、追い払うことができました。これはよし、宝徳が落ちる。戻します。突撃がうまいですね、お相手。おい、右で曹操が。やっちまいました。やっちまいましたね。ただ、あそこですぐに曹操を戻すと、馬長の工場が入ってたけどな。いや、その工場をもらってでも、この35秒は防ぐべきだったと思います。時間、それは何者にも変えられない資産。正直、もう投げたいくらい辛いですが、一応30カウントも残っているので、最後まで戦ってみましょう。曹操が復活するまで尺を持たせないと。この前、三国志大戦を全く知らない友人が、私の動画を見てくれたんですよ。それありがてえ、何回言ってたか？それがですね。お前の動画、なんでお前ばっか撃破されてんの？今こそ有役の時。まさか、ゲームをやったことがない人にも、伝わってしまうとはな。その場は、いやわらだから仕方ないんだ、と、言い訳してみたものの、この動画も見られたらバレるだろう。始めましょう。とっておきの時間。このゲームはですね、撃破すらいいってもんじゃ、ないんですよ。姉貴お願いします。無情なる
未来の音を紡ぐ。そうそうと装飾が入っていないが、これは純粋に操作ミス、良くないですが、この3人を封印できたのはナイスですよ。そしてお相手の契約、これはもう当然彼しかいませんね。山頂に布陣するようです。この構成に全てをかける。馬食の山頂布陣は号令、指揮相応以上に武力を上げますが、終了後に兵力が減ります。二度掛けできるんだってか。馬食が範囲外にいればですね。なら今回は心配しなくて。え、今の何？いや、よくわかりませんが、長飛が刺さって、え、しかも砲部望遠これ大チャンスじゃん。お相手は契約を使えないんだぞ。三国志大戦、いや勝負事というのは何が起こるかわかりませんね。本当に天は我に味方せり、全軍突き進め。というか、なんでお相手は刺さったんだ。どうやらあの場面、乱戦していたのは装飾で、こっそり槍が出ていたようです。うわ、こりゃ見えんな。仕方ないぜ。ですが遠慮はしません。全力で突き進みますよ。曹操だけでも戻して修行した方がよくね。ワンチャン優勢グレンを打てるかなと思ったのですが、これは無理ですね。ここからじゃもう戻れんな。いっそ馬長に乱戦すればいいのに。槍撃だけもらってんな。あ、お相手の山頂が終了、そして上昇は撤退。一方こちらの方略は継続。池報徳、反撃開始だ。馬食がチクチク殴っているせいで、かなりのゲージ差がついてしまっているが、そう言われても、こちらに残された選択肢は、運を天に任せて、とにかく殴ることだけで仕方ないね。さあ総人、思い一発くれてやれ。そして当時の私、ここで赤ボタンを連打。次の方略を打つのか。間に合え、やったぜ。さすがですぜ、姉貴。無償なる世に未来の音を紡ぐ。これでお相手の馬長はもう契約を使うことができませんよ。ただこちらももう隙がないな。はい、なのでここからは正真正銘殴り合いだけで勝負が決まります。まさかこんな勝負になるなんて。お相手の馬長、必死に槍を振って守っています。まさに獅子奮迅といったところ。総人お疲れ、いい一発だったぜ。さてこれで報徳に乱戦、工場ゲージが止まってしまうが、武力ではこちらが勝っています。乱戦で削り落とせば工場が入りますよ。さあどうなる。戦果を上げずに進めるか。馬長撃破、残りゼロカウント。勝ちましたね。対戦ありがとうございました。あ、これ昇格戦じゃん。正直14人で戦っていけるか非常に不安な内容でしたが、まあ一旦乗り込んでみようぜ。ご視聴ありがとうございました。